始まってます。はい、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はじめましての人は、はじめまして、人参美容師イッシーです。え、くるみです。おっそというわけで、僕らは今日からちょっと YouTube 始めていこうかなって思ったんで、この動画回してます。イエーイっていう YouTuber っぽいこともちょっとやってみました。まず知らない人のために自己紹介から始めていきたいと思います。皆さんの歩くパワースポット、人参美容師です。いいねそれ。僕ら2人とも原宿で美容師をやってて、で2人とも専門学校が一緒で、今美容師4年目になって5年目の手前で、今一緒にちょっとある一つの目標に向けて頑張ろうってことで一緒に YouTube を始めました。あ、で僕がなんで人参なのかっていうと、昔から似てる芸能人全然言われたことないんですよ。でもなんか似てる野菜すごい言われて育ってきて、細長い野菜大体言われたことあるんですよ。顔が重長なんで、ちょ今ちょっと太っちゃったんでちょっとあれなんですけど、昔顎で人殺せるぐらい顎鋭利だったんで、なんかそれで鋭利って分かる意味、鋭いっていうか、ああそういうことね。ってことで、人参とかごぼうとかピーマン、エリンギ、ナス、ブロッコリー、マッシュ大根って呼ばれることがすごいあったんですけど、ちょっとなんかネギとかごぼうだと悪口感強いなと思って、あ、人参かわいいと思って人参美容師になりました。なんでオレンジの服着てます。これはオレンジが好きとかではなく、人参だからオレンジ、つまりそういうこと。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。私こんな喋れないんでシンプルに、はい、私は韓国スタイルをしてる美容師で、え、自己紹介させてください、はい、くるみです。はじめまして。日本スタイルと韓国スタイルの融合だったりとか、私着物も好きなので、着付けの資格も花嫁まで持ってるので、そういうのもどんどん活かしてって、韓国っていうのも発信していきたいなっていうふうに思います。はい、僕らがじゃあ何を目指してやっていこうかな、どんな YouTube やっていこうかなか、あ、感じやった、どんな YouTube を発信していこうかなっていうのを発表したいと思います。で、僕らは情報発信だけをして、みんな役立つ情報を知ってほしいっていうよりは、もちろんそういう美容師ならではの巻き方とか、美容師あるあるとかもやっていきたいなって思うんですけど、っていうよりも僕らは実は今ちょっといないんですけど、もう一人、3人でよく専門学生時代仲良く遊んでたんです。その3人で一緒にお店出そうよってことで、ちょっと僕ら2人プラスアルファもう1人いるんですけど、はい、ちょっとこれは訳あって今出れないんですけど、いつか参戦するんで、はい、でその3人で僕らはお店を出すっていうのを目標に、その過程だったりとか、そういうまあ実際の僕らの仲良し3人組でお店を出そうとしている僕らの裏側だったりとか、まあ、そういうのを発信していきながら、僕らっていう一つの映画を見てるような感覚で僕らのことを見てもらえて、でそこでなおかつその髪の知識とか増えて、可愛く自分でなれるように巻き方を教えたりとかっていうのをできたらいいなと思ってます。なんでちょっとそういう映画を見るつもりとかで僕らを見てくれたらいいなっていうふうに思ってます。お願いします。お願いします。でもちょっとここで問題が一つあって、僕ら始めようって決めて、もうやろうってなって、カメラ買ってもうなんかライトとか買ったりとか、もういろいろやったんですよ。パソコン買ったりとかって、もうめちゃくちゃいろいろ使ったんですよ。でも一つだけ一番大事な決まってないことがあって、なんとチャンネル名まだ決まってないのに、友達がちょっと先行してもう動画回してるって感じで、本当に迷っててどうしようかなって。なんで、はい、いきなりなんですけど、はい、はい、企画です。僕らのグループ名を一緒に考えてくださいってことで、僕らのグループ名をちょっと考えてください。私たちも考えてるんですけどね、ちょっとなかなか思いつかなくて、いきなりなんかグループ名ないまま始める YouTuber ってなかなかいないと思うんですけど、みんなで作っていきたいっていうのがあるんで、僕ら一人が主役じゃなくて僕らと見てくれてる皆さんがいて初めて成り立つみたいな感じでやっていきたいなと思うんですけど、名前決めてもどんな人たちがやるのかっていうの分かんないと思うんで、はい、今言ったような3人でお店を出したい、僕ら学生時代から仲良し3人組、僕とくるみともう一人、みんななんか個性が違うんですよね、うん、僕はこんな感じでなんかもう超ハイテンション歩くパワースポットみたいな感じで、あともう美容の技術超大好き で継続の鬼というか、もうなんかいろいろもう何でもとりあえず頑張れちゃうタイプ、自転車で群馬帰ったりとかもしちゃうんですよ、そうです、年に1回っていうタイプが僕で、くるみが、私もポジティブ、やっぱ楽しいことも大好きで、女の子なのでやっぱこう常に美を提供するからに、美を提供するからに提供するならどっち、美容をちゃんと提供する技術者として、自分もちゃんと美容を自分もやってっていう、綺麗な人が綺麗なものを提供しないとってことね。自分が美を提供するからこそ、もっと自分磨きして、どんな風に女の子って生活してるのかなとか、そういうのもいろいろやっていきたいと思います。でもう一人謎の人物がいるんですけどは、
一言で言うと気違いです。はい、頭おかしいです。まだ出てきてないんで分かんないかもしれないですけど、とりあえず頭おかしいんですよ。はい、でもめっちゃおしゃれで人が大好きみたいな、うん、あとあれだ、歌うまい。そう、地元一緒だったんですけど、弾き語りとかして、一番群馬で栄えてる駅でめっちゃ人勝手に集まってくるみたいな人で、すごい期待しといてください。はい、持ち上げとこ持ち上げて、ハードル上げといてねでそんな感じで、まあ僕らはそんな3人組です。はい、そんな3人組でこれからやっていこうと思って、それのチャンネル名を皆さんにコメントでもインスタのメッセージも何でもいいんで、ちょっと一緒に考えて送ってもらえたらな。つまりあなたが考えてくれたやつが僕らの活動していくグループ名になるっていうことなんで、ちょっとよかったら一緒に僕らをプロデュース、もうプロデュースです。はい、皆さんも、はい、視聴者の神田、視聴者の皆さんがプロデューサーです僕らの。なんでちょっと一緒に僕らをマネジメントして、僕らと一緒に頑張っていっていきましょう。あーで、こんな感じで僕らやっていく。とりあえずこれ1本目になると思うんで、動画のどうなるかワクワクなんですけど、ですです。まあとりあえず最初は2人でやって、後からもう1人その頭おかしいやつ参加するんで、まあ、僕らそういう美容師の3人組でやっていきます。ちょっとじゃあこれからよろしくお願いします。じゃあ初っ端一発目のあのセリフを、チャンネル登録といいねよ、高評価よろしくお願いします。じゃあまたよろしくお願いします。じゃあまた こっち寄りすぎ